はい、どうも、へでございます。先日、国分寺貴公様からいただいたこのティンバースポーツエディションのバーですね。バーと とスピードが上がるであろう 8T のリムスプロケット7から8に取り替えたチェーンソーで試し切りをしてみようと思います。で、前回も説明してますけども、シャフトが1回転するのにこのコマが7個進むのと同じ1回転なのに8個進むのとでは回転速度が8個進む方が速いので、その分切れるのが速くなるという、そういう理屈です。で、あの普段使っている標準が厚さ 1.6 ミリのゲージのバーなんですけども、私が普段使ってるのはそれより細い 1.3 ミリゲージの総チェーンが PM3 という刃です。セミチゼルですね。半角刃とでも言ったらいいんでしょうか。で、これ今回国分寺貴公様よりいただいたこの総チェーンは完全な角刃です。フルチゼルです。 23RS プロという刃ですね。総チェーンもバーも種類がものすごくあるので本当難しいです。難しいけど面白い、奥が深いと思います。で、これ角刃なんでものすごく切れるんですが、今日は杉なので杉には角刃はもう最適です。特に林業の1日1本でも多く切るという仕事においてはカットスピードっていうのは結構大事になってくると思うので、興味がある人はいろいろ考えて交換してみると面白いと思います。おそらく体感できるほどの違いがあります。 ですがフルチゼルなので、あの硬い臓器とか切るときは結構危ないかもしれないです。この反動が激しいので、で引っかかったりするとこのチェーンテンショナーのが折れたりする可能性があります。一つの刃で3回ずつ切って、この 1.3 ミリの 23RS というフルチゼルがついた刃で3回切って、で取り替え、同じ普段使ってる 1.3 ミリ同じ幅ですね、 1.3 ミリの PM3 という刃、セミチゼルの刃がついてるので3回切って、あとはこの261を購入する場合標準でついてくる 1.6 ミリゲージのバーと 26RM という刃で3回切って比較してみたいと思います。それでは始めます。これは標準の45センチのバーでゲージ幅 1.6 ミリ、総チェーンのこの刃は 26RM という刃です。
PM3 の 1.3mm です。